イーホル・ハルチェンコ大使イーホル・ユーリン・ヨビチ・ハルチェンコは、ウクライナの外交官、大使。ウクライナソビエト社会主義共和国のキエフ出身。英語、ロシア語、ルーマニア語、ポーランド語を話す。2013年より、中日ウクライナ大使。2013年4月11日、皇居で新任状を法定。在任中に、 ロシアの介入によるクリミア半島の分離独立及びロシアへの併合が発生しており、たびたびウクライナの領土保全を記者会見やテレビ番組などで主張している。具体的には日本記者クラブだけで4度の記者会見を行っており、BSTBS や BS 富士の番組では生出演もした。特に2016年3月16日の 日本記者クラブにおける会見では、クリミア半島と同様に、ロシアに不法占拠されて併合された、日本の北方領土問題についても言及し、来たる5月の安倍首相の訪路に際してはぜひとも、早く、ウクライナから出ていけ、北方領土から出ていけというメッセージを、ロシアのプーチン大統領に伝えてほしいとの願望を表明した。また、2016年10月5日には、 東京都内の在日ウクライナ大使館で記者会見を開き、北方領土がロシアにより不法占拠されたものだという認識を示した上で、盗まれたものは返還されるべきだ。これが私の強い願いだ。との意見を述べた。2017年8月14日、北朝鮮が大陸間弾道ミサイルを実用化するにあたって、ウクライナの国営企業ユージュマッシュが生産したエンジンを、 調達したとする疑惑がニューヨークタイムズ紙によりルフされたが、同日、ウクライナ国家安全保障、国防会議のトゥルチノフ書記はこの疑惑を完全に否定して北朝鮮にロケットエンジン、またはいかなるミサイル技術を供給したこともないと言明した。同年9月29日、ハルチェンコ大使も都内の大使館で記者会見を開いてこの風説を真っ向から否定し、 北朝鮮の ICBM に使われたとされる疑惑のエンジンはロシア企業エネルゴマッシュが開発したものであり、ユージュマッシュ社はロシア企業エネルゴマッシュが開発したエンジンを1991年までライセンス生産していただけに過ぎず、同年にソ連邦が崩壊してからはユージュマッシュ社では軍用エンジンを生産していないとの事実を強調した。2019年10月22日、 皇居制電末の間で、近城陛下の即位礼聖殿の儀が執り行われ、ボロディミル・ゼレンスキー大統領及びオリナ・ゼレンスカ、夫人と共に参列した。ありがとうございます。